いよいよこれから新人レスラーの登竜門と言われております全日本ジュニア選手権争奪トーナメントの決勝戦が行われます川崎市体育館であります。まず両選手そしてレフェリーに花束が贈られております。すでに松永隆社長もリング上に登場しております。宣言、本日これより行われる加藤恭子対工藤めぐみの試合は全日本女子プロレスコミッショナーが認定する全日本ジュニア選手権王座決定戦であることをここに宣言する。昭和62年2月26日全日本女子プロレス協会コミッショナー上田晋司代読。今日は上田晋司コミッショナーに代わりまして松永隆全日本プロレス工業株式会社社長が認定証の今朗読でございました。さあこれより氏家リングアナウンサーによりまして選手の紹介であります。王座決定戦20分一本勝負を行います。阿波郷内ヘグトゥタウト遊ぶ迎えております麻生恭子。この誕生日を勝利で飾りたいことは言うまでもありません。そして先輩麻生の胸を借りる形になりました工藤めぐみであります。しかし年齢はともに17歳であります。もうジャガーは今日はね朝から本当にそわそわしてましてね、はい、試合中もあまり私に話しかけないくださいとこう言ってますけども、もう胃が痛くて大変です。いやーそうですよね、はい、今日はあまり聞きませんから、はい、とにかく一生懸命ね、はい、試合の方を見てやってください、はい、ジャガーが注目する中いよいよ今年度全日本ジュニア選手権をかけました決勝戦が開始されております。さあまず先制攻撃は工藤か、おっと麻生が行きました。さあその麻生が今後線出ております。さあ上から行ってホールの体勢でありますがカウントは2でした。今日はレフェリーの本庄ゆかりもやはり試合前相当に緊張しておりました。ジュニアの試合っていうのは関係者が一様にね何か落ち着かなくなりますね。宮本さん、はい、そうですね、麻生恭子が60年組そして工藤めぐみ61年組でありますね。えファーズの新谷君と和也さんね熱心に見てますけどもどうですかこのジュニアの若々しい争い。17歳ですか本当に。そうなんです。体を見る限りはねとても17歳に思えないですよね。はい、普通の服着て街歩いてた普通の女の子ですよ。もうわもう完全にそうですよね、ちょっと体が大きいぐらいでね。いやでかいですあんたと比べるとでかいんですが、しかしまあこういった2人がですね今本当にジュニアのチャンピオンベルトをかけまして取るか取らないかじゃ天国と地獄といった大きな違いが出てまいります。さあ麻生恭子かあるいは工藤恵美か、ここまでの試合なんですけどもね、ジャガー、はい、どういうふうに先輩として見てますか。そうですね、やっぱり麻生のが先手先手打ってますよね。あそうそうね、今日はゴンが鳴った時から積極的に仕掛けていってるのは麻生ですね。そうですね、また麻生が行った。さあ思い切って麻生が行くか、今度はロープにして逆に工藤だ、おっと釣り固めの体勢に入ろうとしましても体勢が崩れました。今日の川崎市体育館は超満員であります。
塩野さん、はいはい、あの苦労の方もね、同期のみんなが練習台になってくれたりね、応援してくれたみたいですね。ああそうですか、まあ、この同期の中には挑戦できなかったね、うん、子もいるわけですし、なるほど、まあ、当然負けていった子もいるし、この工藤が倒してきた同期もいるということでね、はい、もう同期のためにも負けられないところでしょうね、はい、今日もあの前田薫選手なんかにねどういう風に見てるのって聞いたんですけども、もう何が何でもとにかく同期のためにみんなの気持ちをね、代弁して言えばもう絶対に勝ってもらいたいんだと、こういうことでしたね。ですから、まあ、サバイバル競争というんでしょうか、非常に生存競争の激しい全日本女子プロレスであります。一番元気のいい、そして一番若い60年、そして61年、こういったところがですね、やはりあの、ジュニアのチャンピオンベルトをねかけて対戦していると、こういうふうに見ても間違いはなさそうであります。さあどうか、アウト、ブロックされた、さあそして上から行く、カウントは入りませんでした。もう一回ロープに振りました、工藤恵美であります。そして今度、おっとこれはヒップアタックだ、ヒップアタックが出ました。ジャガー時点のヒップアタックが出ております。さあ工藤が行った、これは綺麗に決まっております。なるほど、ヒップアタックの決め手位置がありました。もう一発、一回カウンター攻撃、これは見事でした。工藤のヒップアタックが出ました。さあそして内側に戻した、抑え込み、これはどうか、カウントが入るぞ、入るぞ、ヒッパーダックが効いている。さあ入るか、カロー打ちで変わしました、カロー打ちで変わりました。熱い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 、大きな拍手が、後輩が先輩に勝ちました。いややりましたですね。ジャガー、今のヒッパーダックどうですか。いやまだちょっと浅かったですけどね、うん、あわやあのチャンピオンベルトっていうのはシーンがありましたからね。はい、今は3連覇からね、本当にあのフォールへ勝負かけましたからね、麻生君も必死でしたね、執念で勝ったという感じでね、はい、いやしかし本当に予想以上に白熱した好ゲームを展開しております。今日の川崎市体育館であります全日本ジュニア選手権争奪トーナメントの決勝戦、グランド技に持ち込まれました。工藤ちょっと苦しくなりました。しかし塩野さん、はい、今あの同期のみんなが総立ちになりましたね、赤コーナーの近くで ねもう今ヒヤッとしたんじゃないですか、同期のみんなも。ですからさっきからあの三宅アナウンサーも強調してますけども、とにかくこれは60年組、61年組お互いにですね意地をかけた勝負になっております。さあ今度は麻生がいった、強烈ですね。さあ麻生にもこれだけのね力強い攻撃があったわけであります。気が弱いと言われておりました麻生強化、なかなか思い切っていっております。さあそしてどうか、髪の毛を掴んだ、工藤めぐみの黒い髪の毛を掴んで今首投げに行きました。そしてコーンの体勢、さあ工藤が今度は懸命にこらえる番になりました。工藤がこらえている、どうなんでしょうか。もう一回ロープに振ります。そしてどうか、うん、今度は肘打ちでしょうか、エルボーで行っております。そしてもう一回後ろに落としました、ショルダースルーから抑え込みの体勢は工藤がうまくかわしました。何かもうジャガーは自分がね試合をしているように体を動かしながらねマイクの前に座ってますけども、つい体が動いちゃいますね。そうですね、はい、自分が肩上げちゃいます。そうそう、今必死にね教え子の試合ってのはこんなもんでしょうかね、宮本さん。本当そうでしょうね、うん、はい、やはり自分が思ってるような技ってのはそうは簡単に、宮本さん、こういったあの大きな舞台で出るもんじゃありませんね。そうですね、お互いにかなりもう意識し合ってますからね、はいはい、体が動かなくなりましたね、まあそんなにあのスタミナを消耗するほどの時間の経過はございません。しかし何か思うように体が動かなくなりました。これをじっと見ておりますのがジャガー横田ね、まるで何か自分が試合をやっているような感じで体を動かしております。さあボストンクラブの体制に入ったのは工藤恵美であります。共に17歳、1年先輩の麻生恭子、今日が誕生日と聞いております。さあ誕生日をジュニアチャンピオンベルトで飾れるかどうか、ドロップキック入りました、工藤恵美のドロップキックでやります。さあそしてすぐに抑え込みに行く、抑え込みに行くタイミングはなかなか迫力がありました工藤恵美。さあもう一回ロープに振るか、麻生恭子踏み込んでいくか、あっと後ろに落とした、抑え込みにはいきません。もう一回ロープに振ります。さあロープに振ってどうするか、あっと顔面に着地してやります。思い切った麻生恭子の攻撃だ、カーズの2人が喜んでおります。そしてもう一発いった、バチンと入った、上から上から抑え込みの体勢だ、今日は
捕らえました。しかしまた抑え込み、さあカウントが入った。1対1だ。麻生京都強烈な抑え込みになります。その前のパンチ攻撃みたいなね、あれが来ました。いやー、最後は工藤めぐみ、やはり麻生京子の白熱、執念の前に何か負けたような気がしましたね、宮本さん。そうですね、まあ、あのエルボーね、工藤選手があの胸骨を痛めたね、はいはい、そういうポジションもありますからね、ちょっとやっぱり息が苦しくなったでしょうね。そうでしたね、はい、人生と麻生京子との金沢全日本女子プロレスの協会主催の選手権試合によってキャプテンになられたのデビューして体を故障したり、あるいは気のようだから今一つ伸び悩んでおりました麻生京子でありますが、今日見事に工藤めぐみを破りました。嬉しいでしょう。しかも今日は麻生にとっては誕生日、17歳の誕生日であります。本当に嬉しい、一生忘れることのできない誕生日になりました。そしてご覧のように選手のチャンピオンベルトというんでしょうか、ブルーの今チャンピオンベルトが巻かれております。そしてフジテレビからトロフィーが贈られました。全日本ジュニア選手権12代チャンピオンは麻生京子に決定であります。